妖刀か。うっ、知ってたのか。いや、わかる。初代鬼徹をはじめ鬼徹一派の刀は優れてはいたが、ことごとく妖刀だったのだ。名だたる剣豪たちがその鬼徹を腰にしたことで悲運の死を遂げた。今となっちゃこの世に鬼徹を使ってる剣士は一人もいねえ。たとえ知らずに使ってもこの世から消えていなくなるからだ。俺だってそんなもんさっさと処分してが呪われそうでよ。ごめんなさい、そんな恐ろしいものとは知らなくて、私出しゃばっちゃって。気に入った、これをもらう。バカが恨んでいぞ。それでお前が死んだら俺が殺したみてえじゃねえか。バカはあんただよ、あんなもん売っちまいな。母ちゃん、じゃあこうしよう。俺の運とこいつの呪い、どっちが強いか試してみようか。え、嘘、やめろ。キレアじゃ本物だ。腕が飛ぶぞ。もらっておく。おい、もう一本選んでくれねえか。はい。待ちな。作りはクロールス立ちこしらえ。刃は乱れ箱長寺。大技者湯走り。うちは大した店じゃねえが、これは俺の店の最高の刀だ。買えねえよ、言ってんだろ、金がねえ。いや、金はいい。もちろん鬼徹の代金もいらねえ。さっきは騙そうとしてすまなかった。久しぶりにいい剣士の目を見た。刀は持ち主を選ぶという。お前さんの幸運を祈る。